ってきます。じゃあね、カゴ取ってきてもらってます。うん、行きます。楽しみですね、今回はさ、し、す、せ、そで始まる食材で晩ご飯を作ります。何を買うのか想像もつきません。じゃあリミ、さ、し、せ、せ、そって何かわかる？さ、サランラップしか思いつかない。さ、食べ物？食べ物だと思うんだよね。さ、キウイ、キウイ食ってあげるシャツ。美味しそうなキウイがあります。サーモンいいじゃん。じゃあお刺身コーナー行く。待って、塩何にしよう。し、し、し、します。そう、追加1玉1990円。高いよ。よし、高い、高い。じゃあサーモンは決まったでしょ。し、うん、はし、しーちゃん私買う気お値段何百円ですか？30万ですね。高い。買えませんね。し、何にしよう。し、白滝。白滝、し、しめじ。しめじあるかな。これもありました。どっよりもね、これしめじカレー。しめじってどれだろう。あ、そっか、じゃあやめる。うん、し、やめちゃった。しらたき、し、しらたきしかなくない？今度お鍋で使う、おしらたき。お刺身コーナーに来たよ、サーモン。なんかさ、今日の朝ごはんに入ってたやつなんだったっけ？ラーメン。ラーメンの中に入ってたやつ。え？胡椒。違う。スープ。違う。サーモンあった。なんだっけ、あの細長くて上が黄色くて下が白くて透明なやつ。ちょっと透明な白やつ。なんだ、ごめん、わからない。なんだっけ、しめじしか出てこないサーモンあった。安いやつ。これかな。いや、これがいい。うん、あえて高いのに。こっちは？よし、オッケー。これもホワイトチノマ。買って。二つ買うの？二つ買って。買って。どれだったっけ？これだっけ？うん、これ、え、これ？181円だよ。うん、これ安い。これかな。何高いの？え、いいよいいよ。一回やめよう。後で聞きに行こう。うん、しも。はい、もやしだ。はい、じゃあカートに入れてください。カートに入れてください。よし、行こう。さしすせそ、し、しらたきしか思いつかない。しらたき買いに行こうじゃあ前行って。すごいしらたき。しらたきはね、どこだろうな。どこだろう。忘れた。しらー、あれ疲れて。しらたきにすき焼き入れたら美味しい。しらたきにすき焼き入れたら。しらたきにすき焼き入れられないね。しらたきの中にすき焼きは入んない。入んない。でもこの辺だと思うんだよね。ここパスタだね。こっちかな。これ多分この辺なんだよね。
あ、春雨があそこにあるんだ。この辺かな。なんか白滝だよね。それ春雨って。ここ。マロニーがここにあるでしょ。違う、白滝はこんにゃくだ。ごめん、ごめんね、リミ。すき焼きチーズ。すき焼きチーズ。すき焼きのタレあったので取ってください。でも、これ使ってる。そう、私たちいつも黄色なんだよね。黄色のパッケージの。これ入れて、じゃあ。じゃあ、酢は。あったぜ、白滝。白滝買っていいよ。うん、それそれそれ。深いこれ。マロン、今日は安い？うん。C は白滝にします。はい、じゃあ入れてください。ソース、ソース決まったね。はい、そうはソースにします。あと背だけじゃない？あと背だけだよ。さはサーモン、背は白滝、酢はすき焼きのタレで、背は何まだ決めてなくて、それがソースだから、あと背だけだ。ママ何が難しいって言ってたの？背が難しいと思うから気をつけてって言ってたよね。背、セロリ。セロリ。マヨネーズにつけて食べると美味しいんだよね、セロリ。セロリ。セロリはどこでしょう。もう緑が見える野菜の方行ってごらん。うん。緑すごい。お魚そのまんま見てる。うん。あ、セロリ見に行くんでしょ。この辺なんだよね、多分。セロリって何？三つ葉ってない？三つ葉。あとセロリ。ゆうちゃん食べたことあるの？あるよ、これ。ゆうちゃん、でっかいブロッコリー。ではセロリにします。はい。でもこれ全部揃ったんじゃない？すごくない？今回の夜ご飯は焼きそばとすき焼きでしょ？サーモンにセロリ、焼きそばのソース使ったから、焼きそばでしょ、すき焼きでしょ、すき焼きのお肉とか買ってないから、すき焼きのサーモンでしょ、セロリ。ごちゃごちゃのご飯になりそうだね。ごちゃごちゃだね、なんかね、結構ね、スーパー大きくてね、迷っちゃうよね。スーパー美味しそう。お鍋美味しそう。キムチ、キムチ、リミ好き。美味しい。美味しいよね。はい、ということでね、端っこと、ね、全部ね、買ってきた、買ってきたというか、あのカートに入れてきたので紹介していきたいと思います。はい、まずサは何ですか？サはサーモン。サーモン、こちらサーモン。うん、え、いいじゃん。夜サーモン。今日はサーモンなのね。そう、好きね、サーモン。チキ。チキが？次は？ヒラタキ。ヒラタキ。なんでこれしてんの？酢が、すき焼きのタレ。おー。タレ。あ、でもお肉はない。そうだ、お肉ないけど。お肉ないね。で、酢がセロリ。セロリ。セロリ、ね。これね、マヨネーズにつけてみる。本当にね、美味しいよ。リミ、食べたことある？セロリ嫌いな人多いけどね、しーちゃん大好き。じゃあ今日食べてみよう。リミないかもね。リミも多分口が強いんだけど、マジか好きなの。うん、美味しいよ。ママのセロリ大好き。じゃあリミ食べれるから最後、ね、ソースです。お、何これ？焼きそば。ペヤング。ペヤングのね、なんかソースね。ペヤングの味になるのかな？味になると思う。じゃあ焼きそば買わなきゃいけない。そう。なんかタレとかばっかりだね。てるよ。ソースとタレだね。
ソースとタレソースとタレメインがない。メインがサーモン。サーモン。白滝今日サーモンにすき焼きのタレかけて食べて違う違うサー白滝にすき焼きのタレかけて食べるダイエット私はね、醤油にしようかと思ったあ、迷ったんだはい、じゃあ今日も美味しいご飯を食べましょうはい、食べましょう美味しくなるかなじゃあリミ、お願いね、作ってリミが調理するの？そういうことでバイバイ。グミ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 ビア。サンジーラおやつが甘い。